飛んでる。鳥に。あの黒い光は。鳥にだ。あの黒い光に吸い込まれて消えた。また戻ってきた。お前は計画を止めようとしても無駄にすぎん。ボスを甘く見るな。チート能力を持つボスがいてもおかしくはないぞ。だが、お前は下級の男でさえも殺されかけた。お前はもう止められない。諦めろ。結果は童話学校が変わることはない。まだだ。まだ、諦めないぞ。お前の計画を止めない限り、決して諦めない。どう言われようがその指示には従わない。ボスの方が強いなんてことは関係ないぞ。やれやれ。もう少し付き合ってやろう。でら。隙しかないぞ。終わりだ。じゃあな、鳥に。でら、くらえ。なんだ。どうやって一瞬早く動けたんだ。お兄ちゃんの攻撃はいつもと変わらないように見えるのに。レックスお兄ちゃんが動揺してる。そうか。兄弟だから感が当たるぜ。お前の電気能力は、無限と固定する。電撃的には使えないがな。だが、今お前が使っている電気攻撃とはいつもと違う。触れずに、範囲内の空間を固定し、さらに連続的にも使える。だが、固定時間は、ほんの 0.5 秒しか効果がない。お前が瞬間に動けたんじゃなくて、俺が固定されたんだな。技の名前は何だ？第2のフィクスドモード、リルフィクスドだ。その技はもう見切ったぜ。炎鵬。炎鵬を使ったのか。あまりよく知らん。だが力が一気に湧いた気がする。一気に強化したんだ。ほんの一瞬だがな。炎鵬は、大抵のオルジェに対応している。ただ、炎鵬を使うには、オルジェエネルギーが必要となる。要するに、オルジェのバッテリーが、一気に減るようなものだ。使いすぎには注意だ。わかった。理解できた。デブルショット。炎鵬。が。ショックピスト。拳を空気として飛ばせるんだな。お前はだんだん強くなって、興味を湧いてきたぞ。お兄ちゃんがだんだん技を覚え、レックスお兄ちゃんを押してる。まるで訓練してるようだ。鳥に、俺にどんどん技を出せ。リルフィクスド。ほい。これだ。ショックピスト。無駄だ。アイディオス。ショックピスト、炎鵬、ゼロメートル。諦めるな。勝つまで、レックスの正気が戻るまで、絶対に諦めない。頑張れ、鳥に。デブリショット。リルフィクスド。エネルギーのことは考えるな。炎鵬を極めろ。前へ進め。来い、鳥に。炎鵬。